はい、本日はですね、ジョンブルの工場見学で作ったデニムがまさに今届いたんで、その開封動画を撮ろうかなと思って今撮ってます。でそれがですねこちらになるんですけど、ちょっと取りに行く時間がなくてもう郵送で送ってもらうっていう形で送ってもらってて、多分おそらくここにはジーンズが多分2本あるはずで、1本がリジットの生デニムで、もう1本が加工してもらったちょっとユーズド感のあるデニムになってると思うんですけど、もう早速開けていきたいなと思います。すごい袋の中に袋が入ってます。あ、ここにメッセージカード入ってますね。ちょっと読んでみたいなと思います。読んでいきます。拓三様、お世話になってます。ジョンブループライベートラボの藤原です。工場見学で制作していただいたジーンズをお送りいたします。ご確認ください。商品の詳細などご質問ありましたら気軽にご連絡くださいませ。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。藤原と書いてます。すみません、本名を言ってしまいました。いや嬉しいですね。いやなんかそれよりも藤原さんの字こんな字なんやっていうのを初めて知りました。独特な感性のある字やなと思います。ちょっとこれは皆さんにお見せできないんですが、はい、大事に持っていきたいなと思います。で、中身がここに入ってるんですが。おお、2つありますね。まず1つ目リジットの方。うわー、これ作ったやつですね。完全にちょっとポケットのところの切り返しも、あ、これです、これです。ちょっと昔のワークウェアっぽくしてくださいって言ってこの三角を折ってもらってるんで、間違いなくこれですね。うわー、すげえ。後ろもカーパチ最後つけてもらって生デニムですね。へえ、なんかこれは一応全く同じやつはもう商品としてないんですけど、これと同じシルエットで同じタイプのものであれば一応なんかあるみたいなんで、それは下の動画説明欄に品番貼っておきます。もうジョンブルでも制作はされてないけど、一応品番としては同じやつがあって、多分なんか楽天かなんかやったらまだ取り扱いあるんじゃないかなって藤原さんおっしゃってたんですけど、もう直営店では取り扱いないタイプの型らしいので、これもおお、うわすごいですね。同じジーパンなんですけど、次これ加工してるバージョン。へえ、うわすげえな。これ僕こっちやった方ですね。こっち加工してやりすぎた言うてる加工が僕のこっちで、こっち越智さんにやってもらった方で、後ろはおお、後ろも綺麗になってる。これも全く今同じジーンズなんですけど、これが生デニム、全く加工しない方で、これが加工してる方なんですけど、全くサイズも一緒で生地も一緒で縫製も一緒のデニムっていう感じなんですけど、加工するだけでやっぱりこんだけ雰囲気変わりますね。確か耳は黒耳って言ったんで、あ、黒耳ですね。黒耳のタイプでありました。もう早速履いていきたいなと思います。There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. はい、という感じで、着用動画だったんですけども、両方ともインチは30インチで作ってもらって、一応僕用に今回作ってもらったっていう感じになってて、ちなみに今回僕ちらっと聞いた話なんですけど、この加工のタイプは越智さんっていうジョンブルの加工職人の方にやってもらったんですけど、僕のイメージに合わせて加工してもらったらしくて、僕あんまりアメカジっぽくないよねって言ってはったらしいんですけど、僕がちょっときれいめっぽいんで、どっちかというときれいめっぽい感じで、カジュアルでも履けるような加工にしようかっていう話になって、でそのほんまはもっとアメカジっぽい白い感じの加工にしようとしてはって、もっと薄い加工にしようとしてたらしいんですけど、僕が履きやすいようにって言ってこれぐらいの加工にしてもらったっていう感じになってるので、一応世界に1本だけのデニムかなという感じなんで、大事に持っときたいなと思います。はい、越智さんもそうなんですが、ジョンブルの皆さん本当にありがとうございました。で今回ですね、皆さんにもせっかくここまで見ていただいて、で、僕からもう何かお渡ししたいなっていうふうに思ってて、トートバッグ、デニムのトートバッグを作ったんですけど、これは僕が作った方で、これが嫁が作った方になってて、で藤原さんに、今回ジョンブルの工場見学させてもらうっていう時に一応ジーパンは作るっていうのと、あとトートバッグも作りましょうかっていう話を最初にいただいて、それやったらもしトートバッグ作ったんやったら多分嫁は自分で使いたがると思うんで、僕のはプレゼントさせてもらっていいですかっていう話してて。で藤原さんも全然いいですよっていうふうにおっしゃってもらってたんで、僕作ったやつなんですけど、それでよければ1名様だけなんですけどプレゼントしたいなというふうに思ってますので、欲しい方いらっしゃったら下の概要欄あるので、そこから応募フォームあるので、応募フォームで必要事項だけ入力してもらったら OK っていう感じになってて、いつも通りチャンネル登録必要なしで、コメント必要なし、インスタフォローも必要なし、別に特に必要なし、応募フォームから応募だけしてもらえれば、いいっていう感じになってるので、8月いっぱいまでにしたいなと思うので、2019年8月31日までをもってもう締め切らさせてもらって、もうそこからは僕の方で抽選させてもらって、当たった方にお送りするっていう感じになりますので、もちろん送料も僕が持ちますので、応募だけしてもらえれば、あとは待っといてもらったら、当選してもらったら勝手に届くっていう感じになってるので。はい、楽しみにしててください。一応中はここスナップボタンついててボタンで止まるんですけど、で中には特にポケットはないんですけど、もう普通にこれだけ入れるだけっていう感じで、外に1個だけポケットがついてるっていう感じで、これはトートバッグ制作の動画見てもらった方やったら分かると思うんですけど、僕これ失敗してちょっとこう飛び出てるんですけど、これだけはお許しください。でもうちょっと言うと、これずっとまっすぐこう綺麗にいってるんですけど、ここだけ最後なんかふわんってこうカーブしてるんですけど、これもヴィンテージやというふうに思って、僕が作った世界に一つだけのトートバッグなんで、これが欲しい方いらっしゃれば応募してみてください。多分洗えば洗うだけどんどん結構味も出てくると思うので、大事に使ってもらう方がいらっしゃれば嬉しいなと思います。で、今回もう作る前から一応これに関してはもうプレゼントさせてもらうっていうことで作ってたんで、一応ジョンブルさんの方も一応了承済みっていうことなんで、はい、気兼ねなく送ってもらえれば、応募してもらえればいいかなと思います。ということでですね、今日まさに今の今デニムが届いて、で動画を撮ってるっていう感じになってるんですけど、僕としてもデニムが届いて嬉しいですし、見てもらってる方にも何かお渡しできればいいかなと思って、1名様だけなんですけど、プレゼントさせていただこうかなと思って、今回動画を撮らせてもらいました。でもう1個言うと、一応実は、こういうボタンの場所とか、あとポケットの位置とかっていうのも僕結構決めさせてもらったり、あとデニムの生地に関しても決めさせてもらって、選んで、僕の中では使いやすいかなと思ってステッチの色とかも選んで作ったので、多少はこだわってるっていう感じで、ちょっとしたミスはお許しくださいっていう感じなんで、はい、一応こだわって作ったっていう感じになってるので。ということで、本日はですね、オリジナルデニムと、トートバッグのプレゼントの、動画っていう感じになってます。はい、以上です。ありがとうございました。